くりしていってね。なんとこのチャンネルの登録者が500人を超えたんだぜー。ウプ主ライオンがガンプラの歴史を語る動画が好評いただいてるみたいね。ガンプラブームについて語ってるやつな。よかったら見てやってくれだぜ。お正月の暇つぶしにもってこいの動画よね。とにかく、これからも楽しく皆さんにも楽しんでもらえる動画作りを頑張っていくので応援拡散よろしくお願いいたしますだぜ。それじゃあ、今回も皆さんのガンプラを見ていきましょう。そうだな。それじゃあ今回最初のガンプラ、こちらだぜ。モノクロのカラーリングが素敵ね。いろんなパーツを切ったハッタを繰り返してできたらしいんだぜ。ミキシングとパーツの有用で、バランスよく組み合わせるって、なかなか難しいのにすごいわ。そうだよな、全部買って試すわけにもいかないしな。では、次の作品こちらだぜ。格納庫の中かな、こういうシーンもいいわよね。回収を繰り返し、さらなる進化を遂げたペールライダー。ペールライダーカスタム回、という機体だそうだぜ。装甲のアシンメトリーな配色が素敵よね。後ろの盾なんかもいいカラーリングだぜ。それじゃあ、お次の作品こちらだぜ。ベルキランダーに演術ずさ、金の装飾が綺麗ね。ジュエルシールを貼るのにも、表面を平らにする工夫をされてるそうだぜ。SD って、綺麗に作ろうとするとほんと大変で、でも手を加えただけ良くなってくれるからやりがいがすごいのよね。ではでは、次の作品こちらだぜ。これは渋い渋いね。画像にも書かれているが、モビルシブー、トキシブレという機体だぜ。スポットライトに照らされて、キラリと光る刀が素敵ね。その刀で鉄器の関節だけを切るなんて離れ技を見せるそうだぜ。それでは、今企画最後の作品の紹介だぜ。これはかっこいいジム部隊ね。タイトルは、反抗開始、投稿者のソータさんが公開されているストップモーションシリーズに、登場しているジムたちなんだぜ。星空バックに輝くビームスピアの刃や、カメラ愛がすごくかっこいいわね。といったところで、ガンプラビルダーズカフェ全参加作品の紹介終了だぜ。ほんとたくさんのご参加ありがとうございました。来年もまたガンダムはいくつもの企画が予定されているし、いくつものガンプラとの出会いが待ってるんだろうな。新商品や、ネットで見る皆さんの作品、これからも楽しみね。この企画は、これで終わっちゃうのかぜ。あ、コメントで要望いただければもちろんやるわ。なるほど、そうだな。おっと、挨拶に混ぜてほしいんだにょん。そうか、これが2019年最後の動画だもんな。ではでは、本年は大変お世話になりました。来年もどうぞ、このチャンネルをよろしくお願いしますにょん。どうぞ、皆さん良いお年を迎えてくださいだぜ。それじゃ、また、会おうぜ。